クリエイトし続ける、これはね、資源のない日本人の宿命だと思いますよ。全部を見直した、何が実現したいか分かってんだから、世界一のエンジン作るっていう、それだけですよ。今回のものづくり革新、あるいはこのスカイアクティブテクノロジーにおいては 30% 燃費を良くするという、実際に商品として世の中に出したらきっと変わると、世の中で我々がそこをブレイクスルーしましたから、いつもリードしている。そのためにはより進んだものをいつも生み出していく。スカイアクティブエンジンも同じです。